こちらへ。氏経公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠瀬氏弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末後の息を氏経公に吐きつける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。氏経公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。氏経対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが氏経の墓。
これ以上呪いの弓を探すな。死ぬことになるぞ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
龍蔵とは幾度も悪さをしたな。酒を盗んだり、おなごの服を着たり、船で息へ渡ろうとしたり。龍蔵のような子供と遊ぶなと、叔父上にいつも叱られていた。勝負しろ。逃げられた。また青い花。
また青い花。
あの小島、花に覆われておる。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔色をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。弓はないと思え。弓を追うでないぞ。
よし。Hey, yeah, Jingo. ご機嫌よろしゅう。青い花、この方向だ。Merci fürs Zuhören und see you next time. Sakai.